うしてここに。すまない、エリディブスが襲撃してきて応戦をしたのだが。単純な戦いでは勝ち目が薄い。故に、だが、しかし、水晶光の記憶を封じたマグを奴に奪われた。すまん、本当にすまなかった。あれには塔の制御権たるアラグの高潔が用いられている。私の血と記憶、その両方を得たことでエリディブスは塔を操れるようになってしまった。それであなたを倒すために他の世界からの召喚を繰り返しているのだ。さすがに塔が悲鳴を上げている。おかげで私もこのざまだ。またそういう。エリディブスが民の夢を、誰かを助けたいという優しさや英雄への憧れを人を傷つけるために使うなら、私は止めに行かなければならない。水晶光として皆の夢を、希望を守るために。だから私をクリスタルタワーに連れて行ってくれ。ありがとう。わしはもう指の一本さえ動かせそうもない。足でまといになるくらいなら、ここでグレムリンと戯れておるわ。すぐに救護の者を呼ぼう。だからどうか気を強く持ってほしい、ベークラグ殿。あなたと共に結界を張り、エリディブスをひとときでも塔に閉じ込められたことは足止め以上の意味を持つのだ。言っただろう、切り札は隠しておくものだと。その最後にして最大の一枚をお見せしよう。さあ、行こう。